はい、こんにちは。今日はですね、一人で、お伝えしますが、3連戦で気がついたこと、まあいつもですね、予想とかいろいろしてるんですが、今日は一人ということで、ちょっと殴り書きになってますが、ちょっと許してください。で、まあ3連戦を見てですね、まず目についたのが菅野智之、まあ5失点して降りるわけですけど、立ち上がりに鈴木誠也、坂倉とい まあいいバッターですよにホームランを打たれる。で、あんなに簡単に、まあ、立ち上がりとはいえホームランを打てるかなっていう、まあそんな気がしたんですね。ちょっとボールが高い、多少シュート回転で中に入ってきたボールを打たれるというまあことになったんですけども、昔、筒香がまだ日本にいる時にちょっと菅野の投球、まあいろいろこう聞いたんですね。まあ確かにまっすぐも速いし、まあキレもある、まあ全部の球種に対してそれを感じる、まあすごく力があるんですよ、歌丸さん。なかなかですね、持ち上がらないボールが、だから結局ホームランになりにくいという、まあそういうピッチャーだったんですけども、昨日鈴木誠也にはスライダー、まあ、坂倉にはまっすぐ、まあ菊池にもホームランを打たれるわけですけど、それもスライダーということでね、だから非常になんかボールが軽くなってる、簡単になってる、キレがなくなってるっていうような、そういう状況に見えました。で、巨人にとってはですね、やっぱ菅野智之っていう人間がやっぱしっかりした投球をしてくれないと、やっぱ優勝って多分ないと思うんですね。前半戦あれだけ、怪我人がありながら、阪神を追い詰めていった、まあそこまでは良かった。で、後半に入ってきたら菅野智之、菅野が戻ってくるだろうという計算のもとで、後半スタートしてると思うんですね。で、後半も少し出遅れはしましたけども、まあマウンドに立つことができた。だからすごく私も期待しましたけども、あの投球ではですね、ちょっと使えないという、あまりにもやっぱ簡単に打たれすぎるという、まあそういう気がしました。まあ実際打席に入ってないので分かりませんけども、やっぱキレがないのか、やっぱコントロールが甘い、確かにコントロールは甘くなってます、甘いのか、でもコントロールが甘くてもそれをファールにしたりで、それで力でねじ伏せたりできるピッチャーだったのが今はできなくなってるということがすごく心配ですね。だから菅野はまあ例えば1ヶ月4試合で投げたとしたら、3勝はしてくれないといけないピッチャーだし、3勝はできるというふうに計算をする、まあ、3勝1敗1ヶ月をそのぐらいのペースで投げてくれないと、やっぱ巨人の優勝というものが少し危うくなってくるぞという、昨日の登板を見てそんな感じがしましたね。次に牧秀悟、なぜ後半からスタートしなかったのかなという、で、まあ、ある程度の記事を見ると、やっぱ競争意識を煽るという、いや、競争意識じゃなくて、牧はもう将来の DeNA を背負っていく選手だというふうに考えると、競争も、まあ、大事かも分かりませんけども、やっぱもう使っていく、そういったことをしないと、やっぱこう、使っていけば軽減になる、疲れがあったら、その疲れをどうしていくのかという経験を、やっぱ今年1年かけて積ましていかないと、やっぱ使ったり使わなかったりすると本当に中途半端な選手になってしまう。で、この3連戦で新人初らしいですね。僕も知らなかったんですけど、サイクルヒットを打ちました。最後にはですね、ライト線に打って、それが三塁打になって、まあ達成ということになったんですけども、今までルーキーで、いや、成し遂げてないというものを後輩なんですね。後輩がやったという、それも刺して足が速くない選手がやってのけるというあたりがですね、すごいなというふうに感じました。やっぱもう目についたのは、代打からこうすごく後半スタートしたんですけども、まあ代打でも結果を出しながらホームランも打ちながらと、こうスタメンに戻ってきた時に、まあ、爆発させてみせるという、まあ広角に打てるというのが彼の強みで、非常に嬉しそうだったし、まあルーキー初という、史上初ということでね、大変明るいニュースになったと思います。で、次、楽天松井裕樹離脱という、今年は9回までしかなくて、やっぱ抑えの投手がいいところはやっぱり上に行くというふうに
思ってたんですね。で、まあ、松井がもう20セーブ以上かな上げてて、松井がいると、まあ、安定はするなっていうふうに思ってたんですけど、だから離脱ということで非常に楽天にとってはピンチ、右かな、右のももの後ろの張りを訴えて、これ10日間で戻ってこれないんじゃないかなっていうぐらいの、まあ、症状らしいですけども、まあ、ソン・チャーホという台湾出身の選手が、まあ、急遽昨日だかな抑えましたけども、松井裕樹がいないとやっぱ抑えてすごく独特なんですね。まあ、ヤクルトの石山やマクガフがやってますけども、やっぱりこう急に変わったりとかすると安定感を欠いたりだとか精神的なプレッシャーを感じてなかなかこう抑えにはまらないっていう人が、まあ、たくさんいるんですね。一回成功しても次にダメとか、精神的な疲労をものすごく感じる抑えのピッチャーたちが多いんです。その中で松井っていうのは堂々たる、もう実績も経験も踏まえて後ろに待っててくれた、その選手がやっぱこういないということは、なんか非常に楽天にとっては不安材料の一つ、まあオリックスを追っかけていかなきゃいけない、の中の一つのピースだったと思うんですけども、いつも帰ってくるのか、代わりは本当にソン・チャオでいいのか、まあいろんなこと、ここがまあ打線を組む中で4番を決める、そのぐらい抑えを誰にするかっていうのは非常に悩むと思うんですけども、早く帰ってくることで、松井がいないとやっぱり楽天も巨人同様、巨人は菅野がいなければ優勝は遠のく、松井が いなければやっぱり楽天も優勝は危うくなるっていうふうに少し感じます。で、最後にDeNA の考え方ということでちょっとお話をしたいと思うんですが、昨日ですね、阪神戦で、3回ですかね、これ守りの部分なんですけども、無視1、2塁、まあ、ガンケルヒット、近本がツーベース、フェンス直撃の、でノーアウト、無視1、2塁になったんですね。で、ピッチャーは坂本、これ、阪神キラーなんです。で、まあ、バッター、左の中野、この時まだ序盤3回ということを考えると、まあ、後ろに下がってもいいというふうに考える人もいると思うんですけども、でも、単塁ランナーがピッチャーのガンケルということを考えると、少し前でもよかった。例えば、まさにね、うろうろして。ここら辺、ベースとベースを踏んだラインのここら辺に守っても、普通、野手だったらこの前に守るんですけど、ピッチャーだったら、この頃だったら、多分スタートしない。これ1点防げると思うんですよね。で、この後ろにいて、中野がセカンドゴロ打つわけです。で、当然、ガンケルはスタートする。近本はこっちに進む。っていうことになるんですね。そしたらまた、ワンアウト、三塁が作れて、外野フライでも点を取れる状況になっちゃうんですよ。ということは、ガンケル、中野、坂本、これ阪神キラーということを考えると、もう少しこれ前に守ってワンアウトを0点で抑える。中野はこの守備隊形を見て、あ、セカンドゴロを打っとけば、こっちのゴロを打っとけば、ガンケル入って近本が三塁行って、ワンアウトまた三塁が作れるという、そういうことをやっぱ打者は考えたと思うんですね、中野はね。だから少し前でいい、ファーストも前でいい。そしたらピッチャーだったら絶対サードのコーチャーがゴロはやめときなさいよっていう風な指示は送ると思うんですよね。だからこうやって1点を守っていく。で、その後サンズ、まあ結局ホームランを打たれるわけですけども、やっぱこう1対1の状況で勝ち越してる、チームが勝ち越してくれたということを考えてサンズは打席に入るか、いやまだ同点でノーアウト2、3塁が点になってないって思って入るのか、これはやっぱ精神的な余裕だとかそういうことを考えると、やっぱり1点はやるべきではない。だからもう少し DeNA は1点を守りに行くというか大事にしていく。確かにバッティングが好調で、あまり傷が負わないように、もう後ろでヒットでまたつながれると大量点になるっていうふうに考える、そういう考え方もあるんですけども、やっぱキラーの坂本、阪神3戦3勝防御率が1点台、
まあ、昨日やられましたけども、まあ、非常に阪神には相性のいいピッチャーが投げてるということを考えるとですね、やっぱりここら辺の守りとの考え方をやっぱりしっかりしないと手に泣くような野球になってしまうかなっていうような気がしました。まあ、考え方、まあ、いろんな野球っていうのは考え方があるにしても、まあ、DeNA はバッティングが売りで打線のつながりって言えば、まあ、12球団もトップだと思うんですけども、でもそれでもやっぱこう1点を大切に守っていくっていうことをやっぱもう少し考えた方がいいかなというふうに感じました。まあ、3連戦で気がついたこと、まあ、簡単ですけども、お話ししました。